寄せようごぜ。冬場の洗濯するときってもうなんかこの世の終わりかってぐらい手冷たいよね。はい、どうもーココスコスケアショー寄せごぜーす。ちょっと寝起きで声が全然出ません。はい、ということで昨日のガチャ動画見てくださった方ありがとうございました。まあ、久しぶりの動画でねめちゃめちゃはっちゃけたんで、ぜひまだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。そしてね、もう皆さんご存知の通り、私この度進化いたしました。パチ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 。まあ長かったですよ、あの切ったねヒゲ、切ったね体型からここになるまですごい努力しました。ですがね、もう今日からずっととモテモテ人生歩んでいきたいと思います。ということでよろしくお願いします。ということで本日の企画、覚醒キングは猛攻会心で運用しる運用しる。はい、じゃあ猛攻のね、あのキング使っていきたいと思います。まあ、装備は猛攻会心なんですよね。で絆にサリエルつけてます。等級がねやっぱ生命とはねちょっと2000ぐらいちょっと差があるんですけど、まあこれやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴスゴス。みなさん実際どうですか、実際実際キングさ、まあ、強いことは強いよ、強いことは強いんだけどさ、言うて微妙じゃない。なんか本当のぶっ壊れっちゃぶっ壊れだけどさ、対処できる時もあるよね。あーこれ強すぎたわこれ強すぎた。はいやはいやはいや。じゃあこれもうインベして終わりですね。皆さん、さっきの話、さっき僕が言った話全部なしにしてください。はい、こいつはただのぶっ壊れです。今度こそ守ってみせる、白飛びがすごい。はい、もう勝ちです、ありがとうございます。もう笑うしかできないよ。ありがとうございました。とりあえず2戦目いきましょう。まだね、猛攻会心で組んじゃうとね、対面キングの場合ね、相手が生命だった時上取れないんだよね。これ相手生命だったら上が取れた、すごい。さあ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 、じゃあポポって回避飯警戒からの、なんでやねん。ゼフ、なんかちょっと黒ひげの真似しようかなと思って、今あの待機時間にね、なんか面白いことしたいなと思ってね、黒ひげの真似しようと思ったんだけどね、全然声出なかった。はい、じゃあ回避飯警戒からの、切断ダメージ加えていきましょう。レッツゴー、アンパンマン、マーク、あー流れろバリーピーポー、今度こそ守れよ。いや強っ。あ、金札作ってくる、金札作った状態で飛ばせんのかな。まだ金札とね戦ったことないんで、ああるんだ、戦ったことあるけど、その時はねこっちも金札だったんだよね。だからここどうなるかだよね。ちょっとでここ倒していきますか。はい、今度こそ守ってみせー、いけそうだねよすぎ、わろたガチつはい、お願いします。天使パもなんかちょっとね、あのドラちゃんさんがなんか出してたやつなだからかな、なんか天使パもちょっと流行ってるよね。ただあれは水着エリーだけど、どうしよっかな、強撃入れときますか。ちょっとね、なるべく猛攻会心なんでクリティカル出してあれしたいんだよね。まあ、こっちでもクリティカル出るんだけど、やっぱこっちのクリティカル確率3倍の方のバカいい札来たやん。はい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 、バリアかな、バリア張ってこない。はい、 OK、 勝った。はい、終了です、レッツゴー、アンパンマン。やべ、今日の動画マジで短い、どうしよう、強っ、もう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 
ありがとうございました。とりあえずラストいきたいと思います。コウメ太夫、ありがとうございます。うわ、テリー入り構えパ、なるほどね、あんま見ないよねこれね。さあここはどうするべきか。一旦目別にさあんま怖くないからさ、なんかこれとかで別に攻撃しちゃってよくない？実際そんな食らわないっしょ。これでいこう。なるほど、雷神勝った。じゃあこれちょっともうどんどん攻撃していきましょうか。これでいきましょう。今度こそ守ってみせる。もう強すぎるて。オーケー、クラクシュー。はい、じゃあ最後はインベ打ってバチコリ決めて、バチコリレッツゴー、アッパーバー、マーク、今度こそ守ってみせる。いや、エフェクトかっこよいし。ありがとうございました。必殺2やで、この火力。反対属性にごめん、いいよ、こんぐらいぶっ壊れたらすがすがしい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。キングの猛攻はね、結構作ってる人いると思うんで、あのなかなかおすすめですね。王者決定戦とかではもしかしたら使えないかもしれないですけど、普通にチャレンジャー行くぐらいだったら全然使えると思うので、皆さんもやってみてください。でね、キングのメタ動画もね出そうと思ってるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで次の動画までバイバイ。あね、俺ちょっとなんかね、どっかのなんか YouTube で見たんよ、あの人の3倍やったらあのその人には負けるわけがないって、同じ作業をね人の3倍努力したらその人には負けるわけない、うん、それを毎日続けたら誰にも負けることがないっていうのを聞いてね、なんかうわーやべえって思いながらね寝たね俺。